皇帝夫一世である。英語表記でマティルダとも、カトリック教会の聖人。記念日は3月14日。マティルデについて現在知られていることは、修道僧コルバイのビードキントの手になる、サクソン人の自責にある短い記述、及び作者不明の2つの聖人伝に基づいている。聖人伝は、それぞれビタアンティクイーオールとビタポステリオールと呼ばれている。 マティルデは、ベスト・ファーレン・ハク・ディートリヒト妻・ラインヒルト・フォン、フリースラントの娘で、電気作家らによれば、その家系は旧世紀のサクソン人の英雄、ビッドキントに遡る。マティルデは、祖母が院長を務めるヘルフォルトの女子修道院で、育てられた。その美しさと特性は、ザクセンコをオットーの耳に達した。オットーは、息子・ハインリヒト・マティルデを婚約させた。 二人は909年に結婚し、息子三人娘二人を設けた。夫の死後の恩意継承をめぐる問題では、長男夫をではなく次男ハインリヒに肩入れをした、ようである。夫一世バイエルン公ハインリヒ一世イケルン、大司教ブルーのゲルベルガロートリンゲン公ギゼルベルト、後、西フランク王ルイ・四世の妻ヘイトビヒ西、フランク公ユー、遊具大公の妻936年に、 夫が死去すると、マティルデは、息子、オットーの宮廷に泊まったが、マティルデが、自分の事前事業のために、王の財産を流用していると王の側近たちが、彼女を告発したと伝えられている。この後、マティルデはしばらく、ベストファーレンのエンガーの修道院に留刑となったが、オットーの最初の妻で、アングロサクソンの王女エドギタの取りなしで、マティルデは、宮廷へ戻った。 マティルデは祈祷と貧者への施しに熱心なことで知られた。マティルデの最初の電気作家によれば、マティルデは夜中に熟睡した夫の傍らを離れて教会へ祈祷に忍び出たという。マティルデは多くの宗教的施設を建てた。その中でクベードリンブルクの修道院は、勢族の両面で夫を町の中心地となった。マティルデと 夫ハイン・リヒは共にこのクベード・リンブルク修道院に葬られた。もう一つ、マティルデが建てたノルトハウゼンの修道院では、彼女の伝記のうち少なくとも一つが表されたと思われる。マティルデは死後間もなく、聖人として崇敬されるようになり、劣勢された。916年、または917年没。ザクセンの白でビズキンとの暇孫とされるレギンベルンと、 マティルデノコ。エアハルト・ゴリーズ。レクシコン・デア・ハイリーエン。ミュンヘン。ドイチャ・タシャンブッチ・バーラグ。六。オーフル。2005。S241。レクシコン・デ・ミタ・ロール・タス。BD。6。ミュンヘン。レクシマ19。1993.SP.391。英語版ウィキペディアからの翻訳に基づいています。ありがとうございます。